皆さんおはようございます。今日は京阪特急で近鉄丹波橋に向かっています。ルートマップを載せておきますね。近鉄丹波橋から急行で橿原神宮前に向かいます。木津川です。鉄橋を渡る列車が好きでついつい撮影。奈良県大和郡山の田園地帯を疾走し目的地を目指します。45分で終点の橿原神宮前に到着です。橿原神宮前は京都線と南大阪線、吉野線があり大きな駅です。橿原神宮前駅には幸せが届くと言われている黄色いポストがあるんですよ。ここから手紙を投函すると届いた相手にも幸せが届くと言われてるんです。橿原神宮に向かう途中、埴輪がお出迎えです。日曜日の朝ということもあって人がいなく歩くのが気持ちいいな。梅雨なのに運がよく晴れて立派な鳥居のある橿原神宮に初めて来ることができて嬉しいです。手を清めて大きな南神門をくぐります。大きさにあと神様にお願い事をしてきました。内容は3つ。参拝も終わったことだし橿原神宮前駅に戻り、今から特急ではなく急行で吉野へ向かいます。ホームにすずめさんがお出迎えです。可愛くてついつい撮ってしまった私。10時30分発の急行で吉野へ向かいます。急行といっても各駅に停まります。無駄駅を越えたあたりから吉野川のいい景色が楽しめます。左の奥にあるトラス橋がこの列車が後で渡る吉野川橋梁です。大和上市駅を越えると大きなカーブを曲がり吉野川橋梁を渡ります。吉野線の一番の見どころです。それにしてもいい天気です。空、そして雲、大きな吉野川、こんな景色がこんな近くにあったとは思いもしませんでした。感動です。終着駅吉野に到着です。この駅は東端式ホームと呼ばれる車座駅、終着駅が同じであり行き止まりのある駅です。吉野駅に降りて数分後に大阪阿倍野橋から青のシンフニーが吉野駅に到着です。桜で有名な吉野山、世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道の玄関口である吉野駅。桜のシーズンしかほとんど人がいないのかな。春にまた訪れたいです。吉野駅は今もパタパタことフラップ式の時刻案内が健在です。これが吉野駅の駅舎です。大きな屋根が特徴ですね。さっきは黄色でしたが今度はピンク色の桜模様になった可愛いポスト。アジサイが綺麗に咲いていました。さて今回の目玉は青のシンフニーに乗車することなのです。今更と聞こえてきそうですが楽しんでまいります。吉野から大阪阿倍野橋までの料金ですが、特急料金520円、特別車両料金210円、乗車券1170円の合計1900円です。これがツタンカーメンの青のシンフニーです。似ていませんか。シンフニーのエンブレムは吉野駅の壁の模様のデザインをモチーフしています。
2号車のラウンジから車内に入ってみましょう。うわ、豪華だね。ゆったりしたソファーにシャンデリアもあって素敵だな。壁の端には小さいけど坊主のスピーカーがついてるよ。鉄の飾り、ロートアイアンに桜の模様を入れてあり、手を触れても危なくないようにラウンド仕上げしてありました。座席プレートはアルミベースに木の皮を貼って、木の部分をレーザーカット、ネジには真鍮、オリエント急行が採用していた丸い荷棚をイメージして豪華さを演出。座席の生地はピペリア、ギリシャ語でピーマンの意味だそうです。だから似ているんですね。座り心地は少し柔らかい感じでとてもいいです。カーテンにもこだわりがあり、表も豪華な感じですが、外からも豪華に見えるようカーテンの裏側には金の刺繍が入っています。テーブルについてるライトは外から見た時に優雅さが感じてもらうために設置したらしいです。座席のテーブルにはメニューが置かれていました。結構いろいろありますね。近鉄さんらしく洗面ボールはおしゃれな形をしています。多目的トイレの壁がブルーで、さすがブルーシンフォニー。さあ出発です。1号車の扉よりにある大きな窓から吉野川橋梁を渡っているところを撮影しました。川、山、空ととても綺麗です。いい天気で良かったです。色鮮やかなスイーツ、飲み物、軽食等が豊富に揃ってました。あとグッズも売られていました。ラウンジカーの窓は通常の半分ほどの高さで、余計な電線を見えなくし、良い景色のところを額縁に入ったような車窓に見えるようにしたそうです。消毒し、昼ご飯にしましょうか。柿の外しとカツサンド、そしてアイスティー、ブルーシンフォニーを注文しました。デザートに柿もなかと吉野梨ジェラートをいただきました。カチコチに凍っていると思っていましたが、食べやすい感じのジェラートでした。食べ終わったら返却口へ返しましょう。壁のキラキラしている照明ですが、スワロフスキーのガラスを使っているそうですよ。天井には飾り天井を設け、とてもおしゃれでした。ラウンジの端の広いスペースには屋外をイメージしたベンチがありました。触ってみたのですが、手すりはつるっとしているのではなく、滑り止めも兼ねてデコボコした細工がありました。向かいにはライブラリーが設置されていました。3号車の一番後ろのぼっち席いいなけど、後ろの場合はチケット販売なしなのです。乗務員室の窓はわざと小さくし、あえて運転席を見せなくしているそうです。こんな窓から外を見る人は鉄道ファンぐらいでしょうけどね。緑の田園地帯を走り抜けていきます。ほんといい天気で良かったです。雨ならこんな良い景色は見れなかったでしょうね。これで雨女返上でしょうか。今回チャンネルのマスコット赤熊さんも嬉しそうに参加です。列車は古墳群を縫うように大きなカーブを曲がっていきます。先頭車両なので前に列車の姿が見れないのが残念です。日曜日ということもあって満席状態でした。人気のある列車なんですね。正直ガラガラなのではないかと想像していたのですけどね。1時間半ほどの列車の旅でしたが、ラウンジカーでお食事したり撮影したりしていたら、あっという間に時間が経って、ゆっくり席で座ったと思ったらもう大阪阿倍野橋で、もっと乗車していたいと思わせる空間でした。大阪阿倍野橋行きは
阪急梅田駅と同じで東丹式ホームです。東丹式ホームとは始発駅、終着駅が同じであり行き止まりのある駅です。大阪阿部の橋駅に到着です。清掃スタッフがお迎えです。また機会があったら乗車しに来ますね。随所にこだわりがあり、近鉄さんのおもてなしを感じさせてくれました。皆さんも機会があれば乗車してみてくださいね。青のシンフォニー、お疲れ様でした。ではまたね。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。